暖化は海水温の上昇にとどまらず、さまざまな変化を海にもたらしています。海水温の上昇に伴って海に溶ける酸素の量が海洋の広い範囲で減少してきていますし、海洋が吸収する二酸化炭素の量が増加したことによって pH が低下して酸性化が進行しています。これらの変化は特に海洋の定時生物であるプランクトンの生育過程に影響を及ぼし、食物連鎖を通じて海洋の生態系全体に大きな変化が起こる恐れがあります。生態系への応答を生理学的に解明することに加えて、それらの背景場である海洋環境の変化、貧酸素化や酸性化などの進行度合いやプランクトンの量の変化を全球規模で把握することが重要です。これには従来からの基礎観測項目である水温塩分に加えて栄養塩、pH、溶存酸素、溶存炭素、そしてプランクトン量を包括的にモニターしていくことが必要です。私たちは世界中の研究機関と協力しつつ、これらを直接計測できるセンサーを搭載した小型自動観測機器、BGC アルゴフロートと呼ばれる最新の機器を海に投入して、リアルタイムに全球規模での海洋環境の変化を調べています。